リード・フォレスト、リード・フォレスト、リーデ・フォレスト、1873年8月26日から1961年6月30日は、180以上の特許を取得したアメリカの発明家、電気、電子技術者。三極間の発明者として名高く、電子工学の発展に寄与したことから、エレクトロニクス時代の父と呼ばれる一人である。また、 映画に音声をもたらした基本的発明の一つもど、フォレストのモノデル。いくつかの特許訴訟に関わり、特許料収入のかなりの部分は弁護料に消えた。4度結婚し、25の会社を起業した。ビジネスパートナーに騙されたことがあり、自身も詐欺で訴えられたことがあるが、無罪となった。IEE、e、の前身の一つである。 アメリカ無線学会の創設メンバーの一人である。1873年、アイオワ州カウンシルブラフスに生まれる。父は、海舟派協会の牧師で、息子にも聖職者の道を歩んでほしいと思っていた。父は、アラバマ州タラディーガにある、アフリカ系アメリカ人の学校タラディーガカレッジの学長に就任したため、少年期をタラディーガで過ごした。白人の住民の多くは、 黒人を教育しようとする彼の父に対して憤慨していた。そのためアフリカ系アメリカ人の子供たちしか遊び、相手がいなかった。同年代の子供と打ち解けられずに、いつも図書室にこもり、特許庁の報告書を読んでいた。このことからも、すでに幼少の頃から発明に対する関心が、うかがえる。マサチューセッツ州の中高一貫学校で学んだが、 周りに溶け込めず、同級生から、猿顔と呼ばれた。1893年、コネチカット州にある、イエール大学のシェフィールド科学学部、機械工学科に入学した。朝4時に起床し、しばかりのアルバイトをするなど、苦学生ではあったが成績は、極めて優秀だった。好奇心が強く、イエール大学キャンパスの電気系統をいじって、全体を電させてしまい、低学になった。 ただし、後に許されて、無事に卒業している。大学時代に、クラスの投票で一番の嫌われ者に選ばれるが気にしなかったそうだ。この頃から、機械やゲームを発明し、その収入を授業料の一部に当てていた。1896年、学士号を取得。その後も、イエール大学の大学院に残り、電波についての論文で1899年に、 PhD を取得した。マルコーニの発明した無線電信に興味を惹かれ、グリエルもマルコーニに宛て就職を依頼する手紙を書くが、返事は来なかった。イリノイ工科大学の前身の一つである、研究機関で研究員として働くようになり、無線、燃焼ガスと放電の関係、電波検出器などを研究した。1906年に三極間の一種である、オーディオン管を発明。 さらに、無線電信の受信機の改良をもいった。1906年1月、電波検出機として機能する二極管、いわゆる検波管の特許を出願。ジョン・フレミングが1904年に発明した二極管、フレミング管、W、フレミングバルブに工夫を加えたものである。さらに研究を進め、三つの電極を持つ、オーデオン管、W、アウジオン、あるいはド。 フォレスト管とも呼ばれる真空管を発明した。二極管の仮想度、フィラメントとアノード、プレートの間に第三の電極であるグリッドを挿入したもので信号の増幅に使うことができる。これは世界最初の三極管とみなされている三極管という故障ができたのは1919 19年。1907年に特許を出願し、1908年2月に 米国特許番号第879,532号として発行した。三極管により信号の増幅ができるようになったことで電子工学の分野が大きく広がった。無線の分野においても1890年代のニコラテスラやグリエルモ・マルコーニの無線通信に関する業績来トランジスタが発明される1948年まで三極管は 大陸横断電話通信網、ラジオ、レーダーなどの開発にとって非常に重要な要素となった。最高速の電子スイッチング素子でもあり、トランジスタの実用化以前の最初期のデジタル回路、いわゆる第一世代のコンピュータなどにも使われることになる。ドフォレストは試行錯誤の末にこの発明にたどり着いたもので、その動作原理を完全に理解していたわけではない。 実際彼が制作したオーディオン管はガス封入管であり、本人は封入したガスがイオン化することで増幅作用を生じていると主張していた。しかし実際にはほとんど真空だったために機能したことが後に判明している。ゼネラルエレクトリックに所属していたアメリカ人発明家アービング・ラング・ミュアが三極管の原理を初めて正しく説明し大幅な改良を成し遂げた。 1904年、日露戦争の取材のためタイムズ指揮者が乗船した蒸気船に、ド・フォレストの無線電信用送信機と受信機が設置された。無線電信を報道に使ったのは、これが世界初である。1907年7月18日、ド・フォレストは蒸気船、テルマで世界で初めて船から陸に向けての放送を行った。これは、 ヨットレースの結果を速報することを目的としていた。そのメッセージは、助手のフランク・イー・バトラーが、エリー・コジョーのサウスベース島で受信した。ワイヤレス、無線という言葉を好まず、大体の信号として、ラジオ、ラジオという言葉を考案した。世界初の公共ラジオ放送を行ったとされている。1910年1月12日に行った、最初の実験放送では、オペラ、 トスカの上演の生音声の一部を放送し、翌日の放送では、イタリア人、テノール歌手、エンリコ・カルーソーが、ニューヨークのメトロポリタン劇場で行った舞台の音声を放送した。1910年に、サンフランシスコに移り、で働き始め、1912年に、世界初のラジオ送受信機の開発を開始した。同社のエレクトロニクス研究所は、パロアルトにあった。 ここで、ラジオ用三極管を開発した。1915年にお出願した。これは、テルミンよりも数年早く世界初の電子楽器とされる。1913年、出資者に詐欺で訴えられたが、無罪となった。この弁護費用で、ほとんど破産状態となったため、三極管の特許を5万ドルという安い価格で、AT&T に売却することになった。 1916年にある特許を出願した。1914年に再生回路、増幅回路の出力の一部を入力に戻して、同調回路の性能を向上させる回路の特許を出願していたエドウィン・アームストロング、正確にはその元を譲渡された RCA は、ドフォレストが特許侵害しているとして、正確にはドフォレストが特許を売却した AT&T を訴えた。 この裁判は12年も続き、最終的には1926年に合衆国最高裁判所に持ち込まれた。最高裁ではドフォレスト側が勝がったが、後世の歴史家の多くは、この判決は間違いだったとしている。1916年、ニューヨークの実験ラジオ局に XG を立ち上げ、世界初のラジオ広告を放送した自身の製品の CM。また、 同年11月には、チャールズ・エヴァンズ・ヒューズとウッド・ロー・ウィルソンが争った大統領選挙のレポートを初めてラジオで放送した。数ヶ月後、送信機をニューヨークのハイブリッジに移した。商務省からラジオ実験局のライセンスを得ていたが、1917年4月に第一次世界大戦が始まると、すべてのラジオ放送が禁止された。 1920年4月から1921年11月までサンフランシスコのカリフォルニア劇場に設置した送信機でラジオ実験局 6XC の放送を行った。1921年末にはオークランドにその設備を移しラジオ局 9G とした。1920年11月の大統領選でもラジオでの速報を放送した。 ラジオ放送ではほとんど利益を得られなかった。1919年、サウンドオンフィルム方式のトーキーの特許を出願。これは、フィンランドの発明家の方式を改良したもので、ホノフィルムと名付けた。ホノフィルムは、フィルムの端に、明暗のある線で音を記録するもので、可変密度方式と呼ばれるものであり、その後主流となった、可変領域方式とは異なる。マイクルフォンで、 電気信号に変換された音声信号を写真のようにフィルムに焼き付けるものであり映画の映写時にその線から音を再生する撮影時に同時に記録すれば音と映像の同期が容易であり演劇、演説、ミュージカルなどの記録に使われた1922年11月ニューヨークにデフォレスト・フォナ・フィルム・カンパニーを創業したがハリウッドの映画スタジオからは無視された 18本の短編映画をホノフィルム方式で制作し、1923年4月15日にニューヨークのリボリ劇場で上映した。映画館はハリウッドの制御下にあったため、個別の劇場でしか上映できなかった。内容は短いボードビル劇であり、ハリウッドのスタジオにはほとんどアピールできなかった。1924年にはフライシャースタジオが ホノフィルムを使ったアニメーション映画シリーズを制作。全38作品内19作品にこの方式が使われ、1924年公開ので映像と音が一致し、1926年公開ので音とセリフが完全にシンクロした。とと共もにホノフィルムを改良していった。しかし、後に二人ともド・フォレストと仲違いし、オーエンズとは訴訟に発展している。 フォックスフィルムのウィリアム・フォックスにホノフィルムを売り込もうとしたが、仲たがいしたケースがフォックスに移籍して開発したムービートーン等システムが完成しつつあった。1926年9月にホナフィルムカンパニーは倒産。その少し前にワーナーブラザースのバイタフォン、サウンド、オンディスク方式の長編映画、ドンファンが公開された。1927年以降ハリウッドでは、 サウンドオンフィルム方式、ホックスのムービートーンと RCA のフォトフォンが使われ、始めた。一方で、映画館チェーンのオーナー M、B ・シュレシンジャーがイギリスでのフォノフィルムの使用権を取得し、1926年9月から1929年5月まで、イギリス各地のミュージックホールで、フォノフィルム方式短編映画を上映した。フォノフィルム方式で制作された。 短編映画は200本以上あり、その多くはアメリカ議会図書館を呼び、英国映画協会が収蔵している。1931年、所有するラジオ製造工場の一つを RCA に売却した。1934年、エドウィン・アームストロングとの訴訟で勝利を勝ち取った。しかし産業界は、その判決に合意せず、ドフォレストは悪者にされた。 1940年、全米放送事業者協会に、ラジオ放送の質の低さを求断する公開書簡を送った。1957年5月22日、というテレビ番組にゲスト出演し、ラジオの父にして、テレビの祖父と紹介された。この番組や1940年の公開書簡の件は、1991年に PBS で放送されたドキュメンタリー版。 アンピール・オブ・ザ・エアー、座面風イドラジオで紹介されている。このドキュメンタリーは、ド・フォレストを批判的に描いている。1957年にファーザー・オブ・ラジオと題した自伝を書いたが、1年後に心臓発作を起こし、その後はほとんど寝たきりとなった。1961年7月1日、87歳で亡くなった。死亡時のド・フォレストにはほとんど、 蓄えがなく、銀行の残高は1250ドルだった。1922年に、三極間の発明とラジオ発展への貢献に対して、イレ栄誉賞、IEE 栄予賞の前身を受賞。1923年にはのを受賞。1946年には、エジソンメダルを受賞。また、IEE は、リードフォレストメダルという賞を創設している。 デブライ大学はかつてはディーフォレストトレーニングスクールという名称で創設者がド・フォレストの友人だった。ド・フォレストのこのフィルムは成功しなかったが結局類似のサウンドトラック方式が業界標準となったことから1960年のアカデミー賞を授与されハリウッド・ウォーク・オブ・フェームに名が刻まれた。ド・フォレストは共和党保守派であり共産主義と ファシズムには断固として反対の立場だった。世界恐慌の最中に行われた1932年の大統領選ではフランクリン・ルーズベルトに投票したが、後にその政策に憤慨し、ルーズベルトをファシスと呼ばわりしている。1949年には全国会議員に共産主義的政策、医療保険制度、補助金制度、長官益税など、 反対票を投じるよう主張する手を送った。1952年には副大統領、リチャード・ニクソンに政府機関内にいる共産主義者を全員追い出すことを提案する手紙を送った。1953年12月には、死、現在は明確に左翼系雑誌とされているが徐々に共産主義にすり寄っているとして、公読をやめた。アッド・フォレストは様々な予言をしており、 当たらなかったものも当たったもの。例えばマイクロ波が通信や調理に使われるという予言もある。ド・フォレストは4回結婚している。1906年2月、ルシル・シェアドンと結婚。彼は彼女の家に受信機を置いて無線でラブコールを送ったので、新聞は無線でプロポーズされた初めての花嫁と聞く取り上げた。 しかしルシルは、夫の研究には全く理解を示さず、夫婦生活を拒み、ついには裕福な醸造家との交際が発覚し、離婚。結婚期間は1年にも満たなかった。1907年2月には、ノラという女性と再婚する。新婚旅行中、ドフォレストは、エッフェル島から640キロメートルも離れた、群衆に向けて音楽を流し、 新聞の見出しを大きく飾った。しかし娘、ハリエットの誕生後の1911年に離婚。1912年12月には、メアリーという女性と結婚。1919年に、娘ディーナが生まれたことが、国勢調査の記録から判明していいが、結局どういう経緯でこの結婚が終わったのかは、定かでない。1930年には、 マリー・モスクイーニというサイレント映画女優だった女性と結婚。ド・フォレストが亡くなる1961年まで添い遂げた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。